はい、おはようございます。さあ、いきでございます。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。チャンネル登録している方もしていない方もよろしくお願いいたします。おはようございます。おはよう。なんかこいつそわ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 してるんよね。ねえ、本当にこうに追ってください。ちょっと僕の抱っこの仕方が悪いんかな。すごい暴れるんよね。でもゴロ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 言ってるんやで。ほら、ご飯食べた。ご飯食べた。挨拶してください。挨拶。はい、こんな感じで仲のいい僕たちでございます。噛まれたり引っかかれたりすごいするんやけどね。今日はよろしくお願いいたしますと。箱にだいたい水を入れるんですけどね、あのあたりね、だいたいなんか水がねひっくり返されちゃってね、このタオルとかビヤビヤになってるんですよね。これなんとかしたいなと思ってですね。君だよ、君犯人は。君ですよ、犯人は。ほい。これなんとかならんもんかなと思ってですね、アマゾンを物色してた必殺アマゾンからなんですけども、まあ2000円ぐらいで、猫ちゃん用の水飲み道具がありましたので、そちらの方を紹介してみようかなと思います。早速開けてみましょう。こうか。だけが商品取れて、はいはい、ものがついちゃって、猫ちゃんのマークがついてますね。でここに何の変哲もない入れ物がありますけども、なるほど、ここに今ね水を入れてきましてですね、でこれがね、あの浮き袋みたいになってるんですよね。中に空洞で、中に空気が入っちゃってね、これこう沈めるとね、ぷかーって浮くんですよね。見えますか。で猫ちゃんが頭をここにつけるとニューって水が溢れてくる感じ。あー、なるほどなるほど。飲みたい分だけ上上がってくるって感じね。ほんで上からこれ止めるってことね。でもね、あまりにもちょっと水の量が多すぎるので、タプタプに入れるとね、結構こぼれるかなって感じだからね。まあ半分ぐらい水入れてちょっと置いてみようかな。まあ、あのさっきみたいなお皿に比べると安定感があって、しかも滑り止めがついてるので、もう少し安定感があってひっくり返されることはなさそうですけども、入ってる水の量が水の量だけに、ひっくり返ったら大惨事というようなことですけども、どうでしょうか。置くと結構でかいね。水よ、これ水。ほら水、ほらピッピッピッ、水飲んでごらん。これ、あ、飲んでる飲んでる。あ、飲みよ飲みよ。えらいね。わかった。はい、そんな感じでございました。猫ちゃんの水飲み道具のレビューでしたけども、いかがでしょうか。あいさん、これだけみたいな感じで怒られる、怒られるなと思いつつもですね、まあこんなのも小出しにしながらね、やってったらいいんじゃないかなと思いますけどもね。まあ、猫ちゃん皆さん飼いわれていると思いますので、いろんなね便利グッズ皆さん持ってるかと思うんですけど、僕の、水飲み道具ですね、水ひっくり返されちゃうんで何とかしようということでね、まあ水はねやっぱ清潔にしておかなきゃいけないなとは思いながらも、まあ1日に1回変えつつですね、水をね提供していきたいなという感じですけども、なかなかね猫ちゃんってさ、水をよあげてもなんか違うところの水を飲もうとする習性があるようでして、砂漠で生きてきたようなね動物みたいなので、こう水は与えられるよりも自分で探して飲むみたいな習性があるようですので、そういった意味ではですね、先ほどみたいにちょっと顔をつけたりちょっとアクションすることで水が盛り上がってくるみたいなね、まあ、そういうようなこう自分で獲得した水っていうのを演出するためにも、ああいうのもいいのかもしれないなという感じがしました。これからね夏になって暑くなってくるので、水分補給の猫ちゃんの方もちゃんとね促してあげないといけないのかなという感じがしております。はい、そんなところでございますね。今日は猫ちゃんの水飲みグッズを紹介してみました。下記概要欄に Amazon リンク貼っておきますので、
ので皆様よかったらですねクリックするだけでもね僕楽しいので、はい、あれねクリックするとね Amazon Associate っていうねサイトに僕が ID で登録して、ログインするとですね皆さんがクリックして購入して商品が発送されてお手元に届いたみたいなところまで分かるので、あ結構これはなんかこうツイッターのいいね評価とかそういう承認欲求が満たされるようなそんな感じで、はい、承認欲求の最たるものやなと思ってですね、売れなくてもいいのでクリックしてもらってどんだけクリックされたのか反映されたのかみたいなのもね見るのも楽しいっていうそんな感じでございますね。 Amazon リンク貼っておきますのでよかったらクリックしてみてもらったらありがたいかなと思います。またいいね評価とかねコメントいただきましたらいいかなと思います。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そんなわけで今日は猫ちゃんの道具でした。また。